ボーンビル駅はイングランド中部バーミンガムの南西港に位置し、ガシメーカーのキャドバリーとのつながりで知られるボーンビルにある鉄道駅。南方のレディッチからバーミンガムニューストリート駅を経由して北方のリッチフィールドに至るクロスシティ線上にある。この駅はバーミンガムウェストサバーバン鉄道の一時的な南端の終点として1876年に開業した。 当時南への延伸を進めていたバーミンガムウェストサバーバン鉄道はキングスノートン駅でのバーミンガムグロスター鉄道との接続が難航時となっていた。開業時の駅名はスターチリーストリートといい一本のプラットホームだけの施設だったが開業後に気回し線が追加された。駅用地の所有者ウスターバーミンガム運河との当初の賃借契約では 運河と共用の森土の上を走る軌道が現在のボーンビルレーンと交わる真上に駅舎が設けられていた。1879年にキャドバリーのボーンビル工場が創業を始めると、翌1880年に駅名はスターチリーストリートボーンビルと改称された。1885年にキングスノートン駅でのバーミンガムグロスター鉄道との接続が、 実現した後、バーミンガム側でもニューストリート駅への乗り入れが実現し、前線の複線化が進められた。このため南行きのプラットフォームを線路と運河の間に建設する必要が生じ、結果として今日もなお強烈なままのコンコースが作られることになった。1904年には複線化が完成、駅名は現行のボーンビルに改称された。この駅には、 貨物の取り扱う施設が設けられたことはないが、駅の北には全長6マイルに及ぶキャドバリーの専用鉄道であったボーンビル工場鉄道の引き込み線があり、駅の南には1895年に開設されたミッドランド鉄道の線稽古など機関車車庫があったが、1961年に閉鎖に至った。1978年には駅の改築、 1993年には、電化が実施されている。キャドバリーのチョコレート工場は、今も駅に隣接して存在し、駅舎の一部は、キャドバリー舎のシンボル色である紫に塗装されている。駅の看板には、有名なキャドバリーのロゴが掲げられており、この駅が、キャドバリーワールドの下車駅であることを示している。現在、この駅に停車するのは、クロスシティ線の電車だけである。 運行はすべて、ウェストミッドランズ交通局の委託を受けて、ウェストミッドランズトレインズが、ウェストミッドランズレールウェイのブランドで行っている。運賃ゾーンは3に属する。ボーンビル駅には、当時のセントラルトレーンズによって2006年に、設置された、リアルタイムで、運行情報を表示する出発案内版がある。2010年。 ボーンビル駅はマイケル・ポルティーリョがホストを務めるテレビ番組グレート・ブリティッシュ・レールウェイ・ジャーニーズの第18回で取り上げられたウェスト・ミッド・ランズ・レールウェイ・ゼリー・オーク駅、ボーンビル駅・キングスノートン駅。ありがとうございます。